今回はこの電子管について説明したいと思います。これらの電子管の機能については物理や化学の授業で学べばいいと思うんですけども、私はこの見た目が好きで、今となってはこれらは見た目だけでそんなに機能としては優秀じゃなかったりもするんですけども、そういうものをまあデザインに取り入れていくというのも、このノスタルジーと言えばいいんですかね、原点回帰と言えばいいのかわからないですけども、そういう部分もまあ紹介していけたらいいかなと思います。さて、まあこちらが、プロジェクターライト、いわゆるプロジェクターに使うようなライトで、今はもうこういうタイプのライトはあんまり使われていないと思うんですけども、まあ、見た目がかっこいいので持ってます。で、これは真空管ですね。電子管の中で中が真空のものは真空管というので、これだけが真空管というわけではないんですけども、こういう真空管アンプとかに使われているような増幅に用いるものを、まあ、よく真空管というので、今回はその真空管というふうに説明します。こちらが2気 C 管で、文字や数字をここに表すような管になります。それぞれの特徴について説明したいと思います。これが私が持っているプロジェクションライトになります。で、プロジェクターを持ってるわけじゃないのに、なんでこんな持ってるのかというと、まあ、かっこいいから持ってるんですけども、こんな感じですね。まあ、こういう感じのものがあります。この外の3つは大きさが大体一緒ですよね。これは大きさが一緒で、なんか規格化に似てるような感じもしますけども、驚くべきことは、この中の形が微妙に全部違うところ。これ本当に同じ用途で使われていたのかなと思うんですけど、一応全部プロジェクションライトというふうに書いてありますけど、これはどこのメーカーか、皆さんご存知のメーカーですね。わかりますかね？ここ、キャノンって書いてありますよね。筆で書いてありますね、キャノンって。これ自体私電気を通して使ったことないんですけども、こういうものなんかこうデザインを参考になりますよね。中のこの緻密な構造、とってもなんかこう伝わるかどうかわからないんですけど、中のこの構造っていうのがとても好きで観察しています。こういうものを大量生産していたのってすごく驚きですよね。こんな緻密なもの。プロジェクションライトでした。次に真空管について説明したいと思います。真空管自体、今でも使う人はいると思うんですね。こんな感じの見た目で、これも中がすごい緻密で、私は見てるのが好きです。これは中国製の真空管ですね。で、これをどういうふうに普段使っているかというと、私が使っているのは、このアンプで使ってますね。これはついているのはソ連製の真空管がついてますけども、これに、その音楽の、イヤホンの挿すところ、音楽を入れる方の入力と出力端子があって、これで音を増幅して聞きます。で、単純にただ音が大きくなるだけじゃなくて、その真空管特有の増幅の、まあ、歪みと言えばいいのかな。音の感じが変わるのが、まあ、いいということで、これを使う人がいます。私はどちらかというと音を聞き分ける耳がないので、これを使っているというかっこよさが、まあ、好きですね。最後がこの2気 C 管です。2気 C 管はあんまり見ないと思うんですけども、まあ、身の回りで2気 C 管で数字を出しているようなところってあんまりないと思うんですね。どういうところで私が使っているかというと、まあ、時計ですね。ちょっと明るくて見えないかもしれないですけども、ここの文字が2気 C 管で表示されてるんですね。これは実際何もこう字が映ってないと思うんですけども、こう字が映ってますよね。で、この時間はめちゃくちゃで、今の時間と関係ないんですけども、すごいこの時計、時間がずれるんです。1日30秒ぐらいずれてくるんで、もう話にならないんで、ディスプレイとして使ってますけど。
こんな感じで中に線がこうあって、どれが光るかによって数字が出るというような構造になってます。Arduino とかで文字を表示するときは、この2キシー管を使うより他の方法の方が圧倒的に楽ですけども、ただその数字、4桁とか3桁の数字を出すだけだったら、味気ないじゃないですか。ユーザーに対して、その伝え方が変わると。同じ数字の意味でも、伝え方が変わるっていうところでは、こういう2キシー管みたいなのを使うのも一つの手だと思います。